おまきトカゲモドキはヤモリカトカゲモドキアカ、おまきトカゲモドキ族に分類されるトカゲである。和名の通り、を、ゼンマイのように巻いていることが多い。猫のような動作をすることから、英名で、キャットゲッコーとも呼ばれる。本種のみで、おまきトカゲモドキ族を形成し、トカゲモドキアカの中でも、他の族とはかなり離れた、得意な存在である。本種だけで独立した一つのカ。 イーラロスケイラベティニとされることもある。オマキトカゲモドキタイ南部やマレー半島、ボルネオ島など、東南アジアの比較的標高が高い熱帯雨林に分布している。大陸部に分布する個体群とボルネオ島に分布する個体群とでは、姿や形が若干異なり、アシュ、または地域個体群とされることがある。全長は18から21センチメートルで、体型は細長く、 体色は、赤褐色をしている。尾は太く、横向きに巻いており、物に巻きつけることができる。夜行性で、熱帯雨林などの湿度が高い環境に生息する。歩行時に尾を上げて、忍び足のようにそっと歩くなど、得意な動作をする。この動きが猫に似ていることが、英名であるキャット月光の由来になっている。地表性のヤモリだが、樹上の低いところや、細い枝などにも登る。 食生は動物食で昆虫類、節足動物などを食べる。繁殖形態は男性で1回に2個ずつの卵を数回に分けて産む。ペットとして流通している。本種とは別におまきトカゲが存在し、紛らわしいことからキャット月光の名前で流通することが多い。飼育が難しいイメージを持たれており。 入荷直後の痩せた生態は立ち直らないことが多いが、飼育環境に慣れたら丈夫である。多湿な環境を好むが、群れるとすぐに状態を崩すため、通気性を重視する。また、極端な高温にも気をつける。寝ている時間が長く、地表のシェルターに隠れていることが多いが、暗くなると活動を始める。活動的な面があるため、流木やコルクなどを組み合わせてレイアウトすると、 舞を決まった場所に餌を求めて登ってくるなどの立体活動が見られる。ありがとうございます。